どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイント 30% 割引キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいなというふうに思っております。それはですね、今回のキャンペーンはですね、今まではですねポイント増量のねキャンペーンっていうのがマリオットボンボイホテルポイントのキャンペーンはね多いわけなんですけども、今回はですね購入に対してボーナスがもらえるねボーナスポイントの付与ではなくてですね、ポイント購入自体が 30% 割引でね購入することがねできるキャンペーンっていう風になってるんですよね。でですね、先にね結論を言ってしまうとですね、マリオットボンボイホテルポイントのねボーナスポイントのキャンペーンっていうのが2020年に関してはですね全部で4回か5回ぐらいあったんですよね。で 40% だったり 50% またね一番多い時は 60% 増量キャンペーンっていうのもね行われてたわけなんですよね。個人的意見にはなるわけなんですけども、おそらくですね2021年もまたねあると思うんですよね。で今回のキャンペーンはですね 30% 割引購入キャンペーンということで、通常よりですねお得に購入することができるわけなんですけども、為替レートのね影響もあるんですけども、まあ、30% 割引ということでちょっと高いんですよね。基本的にはですね今回の 30% 割引キャンペーンに関してはですねおすすめできないっていった形になるんですよね。ですのでおすすめできる方っていうのはですね、ある程度ポイントを保有していてですね、あと何ポイントあるとですね必要ポイント数にね達するみたいなね、そんな形でちょっと買い足すぐらいの方、もしくはもうホテルのね利用する先が決まっていて日付も決まっていて、で現金価格よりポイントを購入してポイントで宿泊した方がですねお得な方に関してはですね、今回のキャンペーンでね購入してもいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ねマリオットボンボイホテルポイント購入 30% 割引キャンペーンということで、まあ、キャンペーンが来たからっていった感じでポイントを購入するっていうのはですねおすすめすることがねできないっていった形になるんですよね。もちろんね通常のマリオットボンボイポイントのね購入よりもですね 30% 割引ということでお得にね購入できるようにね思えるんですけども、まあ実際はね結構高いっていった形になりますんで、この点はね抑えた状態で今回の動画ね見ていただきたいなっていうふうに思っております。それではキャンペーンの詳細ね行きたいなというふうに思うわけなんですけども、期間はですね2021年の5月の13日から2021年6月20日23時59分までっていうふうになっております。でですね、こちらの時間はですね米国東部時間っていうふうになっておりますんで、日本のね終了時刻だとですね2021年の6月21日の12時59分までっていうふうになっております。仮に購入される方ねいらっしゃいましたらですね、まあギリギリね購入するっていうのは結構危ないかなっていうふうに思いますので、日本時間のね6月20日までに購入ねしていただければなというふうに思っております。でですね、今回のキャンペーンは2000ポイント以上ね購入していただくと 30% 割引がね適用されるっていう風になっておりまして、ポイント購入サイトに関しては動画の概要欄にですね URL ね載せておきますので、そちらからね見ていただければなという風に思っております。一応ねマリオットボンボイのね公式サイトからも、まあ、行くことできるんですけども、ちょっと分かりづらいっていう風になりますんで、 URL からね行っていただければなという風に思っております。でですね、マリオットボンボイホテルのポイント購入っていうのは上限っていうのがねありまして、年間ね10万ポイントまでっていうふうに決まっておりまして、今回のキャンペーンのね最大購入上限もですね同じね10万ポイントまで購入することができるっていった形になっております。一つね注意しておいていただきたいのは、年間10万ポイントまでって決まっておりますんで、まあいらっしゃらないと思うんですけども、今回のキャンペーンで上限10万ポイントね購入してしまうとですね、来年までねポイント購入することができないっていった形になりますんで、この点はね注意してください。でですね、ポイント購入後のねポイント付与時期なんですけども、購入後ね72時間以内にね付与されるっていった形になっております。
でですね、マリオットボンベイホテルポイントね、購入に関しての注意事項なんですけども、こちらの最近ね SPG アメックスね発行された方結構ねいらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、 SPG アメックスね発行された時にマリオットボンベイのねアカウントね作成していただいたとね思うわけなんですけども、マリオットボンベイのポイント購入っていうのはですね、マリオットボンベイのねアカウント作成後30日間以内はですねポイント購入することができないっていった形になってるんですよね。まあね、もう今回のキャンペーンですね、個人的にはねお勧めしておりませんので、購入される方もねほとんどいらっしゃらないかなっていうふうに思うわけなんですけども、一応ねそういう決まりがねあるっていった形になりますので、この点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。それではですね、今回のね 30% 割引キャンペーンなんですけども、実際に購入するとねどんな感じになるのかっていう話なんですけども、2020年にね結構何回も行われた 50% 増量キャンペーンの時の価格表はねこんな感じになっておりまして、一番右側ね見ていただくと分かると思うんですけども、1ポイントの価格ということで1ポイントね 0.901 円でね購入することができたっていった形になるんですよね。これが2020年の 50% 増量で、またね為替レートが1ドル106円の時にねこんな感じでね購入することができたんですよね。でですね、こちらが今回の 30% 割引キャンペーンのね購入価格っていう風になっておりまして、まあ表の見方はね見ていただければね一目瞭然かなっていう風に思うわけなんですけども、2021年5月14日のですね為替レートで計算するとですね1ドル 109.37 円ということで、まあこれをね円換算ねしていただくと、まあこんな感じのね数字になるわけなんですけども、右から2番目のですね外貨決済手数料に2% って記載がねあると思うんですけども、こちらはですね SPG アメックスありますよね。 SPG アメックスに関してはアメックスのねクレジットカードっていう風になりますんで、マリオットボンベイホテルポイントね購入していただくと外貨決済手数料っていうのがですねだいたい 2% ね取られるっていう風になるわけなんですよね。ですので仮にね5万ポイント購入していただくとですね、本来は625ドルでね購入することができるわけなんですけども、今回のね 30% 割引キャンペーンですね 437.50 ドルでね購入することができて、それをね円換算にするとですね 47,849 円ということで、まあこれにね外貨決済手数料を含めるとですね 48,805 円でね購入することができるっていった形になるんですよね。もちろんこれはですね SPG アメックスの外貨決済手数料っていう風になっておりますんで、国際ブランドがね変わったりするとですねちょっと前後するかなっていう風に思っております。でですね1ポイント価格としてはですね 0.97 円でね購入することができるっていった形になるんですよね。結構ね厳しいかなっていうふうに思っておりまして、もちろんですねマリオットボンベイホテルポイントは1ポイント1円それ以上でね利用することもできることはできるわけなんですけども、やはりですね週末であったりですね特定日でないとですねそこまでね価格は上がらないのかなっていうふうに思っておりまして、先日ね私が宿泊レビュー出させていただいたホテル座三井京都であったりですねリッツカールトン日光とかはですね元々のね現金価格設定がね高いホテルっていうふうになりますんで、まあここら辺だったらですねお得にね利用することもできなくはねないのかなっていうふうに思うわけなんですけども、結構ね限られたホテルでですね利用するしかないかなっていうふうに思っております。やっぱりですねちょっと感染拡大がねまた広がっておりまして、それによってですねホテル価格自体がですね結構下落してるかなっていうふうに思いますので、この点もですね注意していただきたいなっていうふうに思っております。またですね先ほどねこちらの画像で出させていただいた SPG アメックスのね外貨決済手数料ね 2% っていうのをね入れさせていただいたと思うんですけども、でですね先日もね登場したこちらのね外貨決済手数料はねほぼかからないレボリュートカードっていうねこちらプリペイドカードなわけなんですけども、先ほどの表ですねこちらあると思うんですけども、こちらのね外貨決済手数料ね 2% っていうのはですねこちらのレボリュートカードでですね決済していただくとほぼねかからないっていった形になりますんで、今後ですねマリオットボンベイホテルポイントね定期的に購入していきたいっていう方であればですねレボリュートカードをね保有していた方がですね確実
実にねお得になるかなっていうふうに思いますので、ぜひね発行検討してみていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、もし仮にですねマリオットボンボンホテルポイントね購入するのであればですね、マリオットボンボンホテルポイントをね購入する際でもですねポイントサイトね利用することができるっていう風になっておりまして、アメリカのねキャッシュバックサイトトップキャッシュバックっていうのはねあるわけなんですけども、こちらのサイトを経由してマリオットボンボンホテルポイントね購入していただくと 2.5% のですね還元が受けられるっていう風になりますんで、ぜひねこちらのトップキャッシュバックですね経由していただいて購入ねしていただきたいなっていう風に思っております。でですね、先ほどのこちらの表ですね、1ポイントね 0.97 円でね購入することができるっていった形になっておりましたけども、こちらをですねレボリュートカードで決済してまたですねトップキャッシュバックで還元をね受けてですね5万ポイントね購入していただくとですね、だいたいね 46,658円ぐらいですね、こちら実質のね価格にはなってしまうわけなんですけども、まあ、こんな感じでですね購入することができて、1ポイントの単価はですね 0.93 円ぐらいでね購入することができるっていった形になってるんですよね。まあこちらねレボリュートカードとトップキャッシュバックのね組み合わせでマリオットボンボンホテルポイントね購入するっていうのもですね微々たるものではあるわけなんですけども、お得になるかなというふうに思っております。でですね、トップキャッシュバックの利用方法なんですけども、まあ、アメリカのサイトということで英語表記になるわけなんですけども、今からね説明させていただきますので、この通りにですね利用していただければですねそこまでね難しくないかなというふうに思いますので、ぜひねチャレンジしてみていただきたいなというふうに思っております。まずですねこちらの動画の概要欄にトップキャッシュバックのね URL 載せておきますので、そこからねログインしていただきます。で新規登録だけね済ましていただいて、検索バーはね一番上にありますんで、ここでねポイント .com っていうのをですね検索していただきます。そうするとですねポイント .com っていうのがですねこんな感じでね出てくるんですよね。でこちらをねまずクリックしていただきます。そうするとですね次のページにね飛ぶっていた形になっておりまして、マリオットリワーズっていうのがありますよね。でマリオットボンボンホテルポイントのね購入する場合はですね、こちらをクリックしていただくとポイント購入はねできるっていった形になっておりますので、クリックしていただくとマリオットボンボンのですねポイント購入画面に飛ぶっていった形になりますので、こちらでね購入ねしていただければなっていうふうに思っております。こちらね本当にポイントサイトっていうふうになっておりますので、まあ、経由してね購入していただくだけでポイントがもらえるっていった形になりますので、ぜひねやってみていただきたいなっていうふうに思っております。またですねこのトップキャッシュバックのたまった還元っていうのはですね、ペイパルっていうのがありますよね。あちらを経由して銀行振込をね、利用することができるっていった形になりますので、この点もね、覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボンホテルポイント 30% 割引キャンペーン解説ということで動画ねやらせていただきましたけども、正直ねほとんどの方にですねおすすめはねするのは難しいかなっていうふうに思いますので、購入ね検討されている方はですね慎重にね計算していただいて、どっちがお得なのかっていうのをですねぜひね見極めてからですね購入ねしていただきたいなっていうふうに思っております。またですねマリオットボンボンホテルポイントをですねこちらの SPG アメックスで決済した場合ですね、ボーナスポイントはね付与されるのかっていう話なんですけども、 SPG アメックスはですねマリオットボンボンホテルで決済するとですねボーナスポイントっていうのがもらえますよね。なんですけども、このマリオットボンボンホテルポイントの購入に関してはですねボーナスポイントはねもらえないっていう風になっておりますんで、通常分のですね100円につき3ポイントはね付与されるっていう風になりますんで、ポイント多くねもらえると思ってSPG アメックスで決済したらですね、まあ、実はつかなかったってなるとですね結構残念な気分になるかなっていうふうに思いますので、この点もね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。今回の方はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。